2024年度版一番涼しいパンツが履きたいワークマン夏パンツ最強決定戦です。はい、ソロ活大社のアウトドアチャンネル人気の動画、2024年度版のですねワークマンの一番涼しいパンツ夏パンツ最強決定戦ということで今回はお送りしたいと思います。はい、いつもですねこの長いパンツをひたすら涼しいパンツを追求して、最強決定戦やってるんですけども、そもそも始めた理由がですね、まあ、大社のようなね我々のようなちょっとおじさんはねなかなか短パンが履けない、ね、それとあとやっぱりこうちょっとやっぱり夏で蚊が出始めるか虫が出始まりかっていう時にもちょっと山に行ったりしますね。でも短パンだとねやっぱり刺されたりしたり草がボーボー伸びてるところ歩いていくとやっぱり短パン草で切っちゃうんですよね。やっぱり長いパンツっていうのが涼しいパンツっていうのはやっぱこれからの季節非常に便利なんです。というわけでワークマンだと手軽に揃えられるっていうことで最強決定戦ということで毎回シリーズ化しております。はい、ではエントリーナンバー1です。アイスアシスト遮熱ダブルメッシュカーゴパンツ2900円です。前回のですね涼しいパンツのまあ王者なんですけど2024年、春夏カタログの129ページに載ってる定番商品ですね。はい、ダブルメッシュ生地の構造でですね一見この普通っぽい生地のところも少しね透け感で通気性のいい感じの生地になってます。もう一つのね、大きめのメッシュのところは腰のベンチレーション部分だったり、股の間にですね、メッシュの生地があるような感じです。はい、ポケットがたくさん豊富でですね右側のタイプは、まあ、のジップタイプの、ポケットになっておりまして、はい、左側の部分はスナップボタンのタイプになっております。はい、こちらのですねアイスアシスト遮熱ダブルメッシュカーゴパンツ特にお勧めしているポイントの一つは、こんな感じですね一応第三者機関で遮熱効果がきちんとマイナス3度分ありますよっていうのをきちんと測定してるっていうのがポイントですね。はい、カラーバリエーションはですね、ブラック、ネイビー、オリーブグリーン、あとアイスグレーっていう感じの4色展開になっております。はい、あとですね、足の形はですね、クライミングカットっていう形状と、今回のエントリーモデルの中で唯一こちらがブーツカットになっております。というわけで、登山で履くようなですね、ミドルカットのシューズと合わせると結構スッキリした感じになりますね。今回履かせていただいているシューズ、サロモンのシューズはアルペンさんにご提供いただきました。ご支援ありがとうございます。はい、エントリーナンバー2です。ムーブアクティブアイスストレッチパンツ、1900円になります。2024年ですね、春夏カタログの71ページに載っております。今回ですね、このシリーズが、ショート丈の、まあ、ミドルパンツ、ショートパンツですね、と、クロップトパンツっていうことで、バリエーションがちょっと増えるっていうことなので、最初のお試しにこのストレッチパンツを買われてもいいと思います。はい、生地はですね、ワークマンのスポーツアイテムの中で人気の、接触冷感でですね、さらにストレッチが効いた素材になっております。はい、メッシュはこちらの腰回りの部分とこちらの膝の後ろの部分に扱われています。はい、履いた時のですねシルエットの綺麗さはこちらがやっぱり一番ですね。カラーバリエーションはライトグリーン、ブラック、グレーキャメル、ブルーの5色です。はい、エントリーナンバー3です。シャリテック強粘紙イージーパンツ1500円です。こちらの商品ですね、去年発売されたんですが、カタログには載っておりません。ホームページの方にですね、公開がされておりました。
今回ですね、このシャリテックのパンツなんですが、なんとラインがワークマンベストになったので、なんか商品的になんか定番化されそうな感じですね。カラーがですね、一応今回あのマスタードカラーがちょっと前回のカラーこれなくなった代わりにブルーが追加されました。ブルーといってもですね、アイスブルーみたいな色で、一見ですね、薄いデニムみたいな感じの色合いになっております。はい、新しい商品になってですね、まあ、前回のものと比べて、前回のちょっとベルトループないんですけど、新しいモデルになるからですね、こうベルトループが採用になったので、結構ガチで仕事で履けそうな感じのデザインになっております。フォーマルな感じでシャリテック、結構いいと思います。はい、今回のですね、このシャリテックっていう生地、もちろん、通気性とですね、透け感が若干あるんですけども、やはりメッシュに比べるとかなわない部分があります。ところがこちらのイージーパンツはですね、シルエット、まあ、ももとかヒップ周りをゆったりめに履くっていうですね、こういった形で涼しさを演出するパンツになります。はい、エントリーナンバー4です。360度ベンチレーションランパンツ、1900円です、ね。2024年の春夏カタログの71ページですね。ジャケットとショートパンツが載ってますが、このシリーズの長いパンツになります。こちらの商品、カラーバリエーションがブラックとネイビーとチャコールとヘザブルの4色になります。はい、こちらですね、360度ベンチレーションランパンツなんですけど、何より生地が軽量で涼しくていいです。で、今までのですね、最強決定戦、いろんな検証をやってきました。扇風機に当たりながらとかですね、今回はこちらがですね、すごく軽量っていうので、このエントリー4つ分の重さを測ってみましょう。はい、ではですね、実際測ってみましょう。エントリーナンバー1、アイスアシスト、246g ですね。続いてムーブアクティブアイス、測ってみましょう。260g。続いてシャリテック、241g。で、最後に360度ベンチレーションランパンツ、なんと驚異の 172g ですね。これは軽い。はい、結構ですね、生地感がですね、光にかざすとかすかに透けるような超軽量ナイロン製です。実はね、他の登山メーカーの通気度30の交通機シャツ持ってるんですけど、結構生地感がね、そっくりですね。で、メッシュなんですけど、足の部分がこの足の先の方からこういう風にこうまたぐりのところまでこう大きく開口してるんで、非常に涼しいです。加えてサイドにこうライン状にですね、メッシュもかかっております。これで涼しくないわけないですね。で、さらにこの腰周りの部分のメッシュ、タオルを入れるポケット、ジップタイプのポケットという形になっております。その分ヒップポケットがない構造になってます。はい、前のポケットはですね、きっちりあるのでご安心ください。はい、生地ですね、多少のこう伸縮感はあるんですけども、ストレッチパンツではないので大きめに履いてもいいと思います。はい、実は大ちゃん、こちら去年の夏買おうと思ってたんですけども、夏の暑い時期にはもう完売しておりました。ショートパンツしかなかったんですね。今年はなんとかゲットできてよかったです。もう暑くなるかもっていう時期に涼しいパンツを買うのがワークマンのポイントですね。はい、大ちゃんの独断と偏見で選ぶワークマン夏パンツ最強決定戦、
1位はというとエントリーナンバー4360度ベンチレーションランパンツです。決め手はこの透け感のあるですね超軽量素材、そちらとこのサイドのですね、大胆なメッシュですね、あと裾から股の部分まで大きく開いたこのメッシュ構造、もう涼しくないわけないですね。去年の夏完売だった理由がわかります。おすすめ360度ベンチレーションランパンツです。はい、では続いて2位はですねエントリーナンバー1の、遮熱ダブルメッシュアイスアシストカーゴパンツです。何よりね生地が頑丈、通常の部分もですね一応メッシュ構造、さらに、メッシュが大胆に開いた部分、こちらも横のスリットとあと腰の部分も大きくベンチレーションで開いてましたね。あとまあモデルの中で唯一ですね、ブーツカットなのでミドルカットのシューズなんかとも非常に合わせやすいです。長く履けるっていう意味でですね非常におすすめの一着であります。はい、続いて3位ですねエントリーナンバー3強年誌シャリテックイージーパンツです。こちらを決めたポイント、一応メッシュって形ではないんですけど、いつでもどこでもちょっとアウトドアアクティビティしてるわけじゃないですね。あのフォーマルな時とか、待ち履き非常に便利です。でゆったりめで楽ちん、これは台車みたいなおじさんには嬉しいですね。はい、続いて第4位ですねエントリーナンバー2のムーブアクティブアイスストレッチパンツです。非常にシルエットはですねいいんですけど、汗をちょっとかいた時のですねちょっとベタつき感が少し気になる部分があります。ただしまあお好みでですね結構ストレッチが効いてる履きやすいパンツという方にはこちら非常におすすめの一着となっております。はい、今回の2024年度版一番涼しいパンツはどれだ、ワークマン夏パンツ最強決定戦のこちらの動画ですね。今回は一応重さにですねちょっと注目してちょっと比較してみました。あとワークマン夏暑いからということで本当に暑い時期に買おうと思うとほとんど売り切れてるケースがありますんで、もう春ぐらいにはもう探してゲットしておきましょう。はい、こちらの動画参考になりましたらチャンネル登録をお願いします。